店員さんにありがとうございますと言ったら友達に非常識恥ずかしいと言われたのですが、やめた方がいいでしょうか。あー、その友達と縁を切った方がいいんじゃないですかね。あの、他人に何かしてもらって感謝をする人って、まあ、その周りの人を割とその幸せにするわけじゃないですか。感謝されて嬉しいっていうのもあるので。で、周りの人が喜ぶんだったらやるよねっていうのを自然にやってる人が多くなった方が、多分周りの人は幸せになるんですよ。で、あの、ありがとうございますって別に何度でも言えるし、何もリスクないじゃないですか。それ言っただけで周りの人が幸せになれるんだったら、あの、全然お得だと思うので、なのでその周りの人をノーコストで幸せにする方がいいという考え方と、そのそういうことをしない方がいいっていう考え方でいくと、で、めんどくせえから、そのなんか、あの、喋るの嫌だからとかならまだわかるんですよ。でも、その要はめんどくさいから言わないわ、その個人的に、あの、めんどくさいだからやりたくないとか、だるいとか、あの、なんか声出すのめんどくさいとかはわかるんですけど、非常識とか恥ずかしいっていうマイナスのものであると言ってる点と、要は自分がやらないじゃなくて他人にやらせない、で、しかもそれを喧伝してるんですよ。要はその自分は恥ずかしいとか非常識と思ってても、別に他人がやろうにはどうでもいいからほっとけばいいじゃないですか。でもその他の人が幸せになることに対して積極的に止めに行く人っていうのが周りにいると、あの、他の人と一緒にいた時に、あ、こういう考えをする人たちなんだっていう風に一緒にみんなされちゃう可能性があるんですよね。だ、僕はあの、死んだ魚の目をしている性格の悪いデブのおっさんとたまに出歩くことがあるんですけど、やっぱりそうするとその、割とその性格の悪いおっさんが性格の悪い話をしているときに、僕も性格の悪い人だと思われちゃうじゃないですか。まあ僕は別にあの、この人は頭のおかしい人なんで僕はそうじゃないんですよって言って回ってるんですけど、でもやっぱあの、同じグループで仲良くしてる人だと、あ、こういう考えの人なのね、関わるのやめようって思われちゃうじゃないですか。で、関わるのやめようって思った人って、これこれこういう理由だからあなたと関わるのをやめるんだよねって言わないんですよ。あ、こいつなんかめんどくさそうなやつだから関わるのやめようって、理由わからないまま人は去っていくんですよ。なので、あの、マイナスの人は周りに置かない方がいいんじゃないかなと思います。